無とは何か。無の世界は存在するのか。本論では、無の世界は存在するのかという究極的な命題を恒久することにする。このことは、無教における宇宙観である空の思想を 科学的検知から究明することにつながると思えるのだ。私が目指す研究領域は、科学と宗教、仏教とが融合した究極の真理の世界なのだ。宇宙物理学、宇宙論、量子論、素粒子論、 無とは何か何もない世界は存在するのかという課題に迫っていきたいと思う自分の身の回りを見てみると私自体の体が存在するまた自分を包んでいる大気があり光暖かさを与える太陽の存在がある 何よりも人類、動物、植物の基盤である大地があり、魚類が生息し、生命のゆりかごである海がある。夜空を見上げると月があり、無数の星々の存在が見える。星々の間の空間は何もない。 無の空間のように思える。果たしてそうだろうか。質量を持つ天体は周囲の空間を歪め光の進路さえ曲げることが一般相対性理論の重力場方程式により予言され、天文観測により重力レンズ効果が観測されている。 このように何もない空間だと思われていた。宇宙空間には重力場が存在しているのだ。宇宙創生の瞬間、いわゆるビッグバン以前には、時間も空間も力も物質も存在しない絶対の無の世界だと思われてきた。 果たしてそうだろうか何もない無から宇宙の天体、主のうち U が生じるのだろうかアンニャ信仰に言う、積測でく、空作できが宇宙の真実の姿なのだろうか宇宙物理学者、量子論、素粒子論の研究者は、 そうは考えない、物質という実体が存在する状態すなわち式がすなわち無であり無の状態が実体が存在する状態式であるとは物理学の大原則である質量不滅の法則エネルギー不滅の法則に反するからだ。 では、物理学者たちがどう考えたのかというと、無と考えられてきた真空の宇宙に人類宇宙を生み出した何者かの立体があるはずだと考え研究を行ってきたのです。研究の結果、素粒子物理学における真空とは、 何もないエネルギーゼロの状態というよりは物質場の冷気していない規定状態であることを見いだしたのだ。規定状態としての真空がある有限のエネルギー密度を持つことがありうるのだ。冷気した規定状態では背景時空そのものと 同じ対照性が成り立つ真空のエネルギー運動量テンソルは背景時空の軽量テンソル Gμμ に比例した形を持つことになる真空のエネルギー密度 ρμμ と宇宙港 λ の間には λ= 8πgρμ という歓迎が成り立つことが見いだされたのだすなわち何もないと思われてきた真空の宇宙には真空のエネルギーが存在しこの真空のエネルギーが何らかの契機宇宙の対称性の破れ等により 真空のエネルギーから光からバリオン光子流体から素粒子の原型となるひもの状態から素粒子から電子クワークからボゾン電子クワークボゾンから各種である陽子中性子から 原子イコール各地プラス電子から分子から物質から天体になったと考えるようになったのだこのように解き明かしてみると宇宙を構成する時間空間力天体生命の源は 真空のエネルギーだということになる。現代の宇宙物理学上の研究では物質もエネルギーもない完全な無の世界は思考の上だけの存在として実体としては存在しないと考えているのだ。現在宇宙膨張させている。 謎のエネルギーであるダークエネルギーは真空のエネルギーがちょろちょろと積出し宇宙を膨張させていると見られるのだ我々の存在する世界は U にあふれている私たちは U の世界に生きているのだ逆に U を取り除いた無の世界を考えることがこの論の主題なのだ宇宙空間には真空の世界が広がっている天体も正でもない空っぽな宇宙が宇宙空間なのだろうか宇宙の時間空間力天体 生命のすべてが無から生じたというのか。物理学者たちはそうは考えない。物理学者たちの考える無の世界は、実にダイナミックでエキサイティングな世界であることが分かってきたのだ。真空のエネルギーが存在することは分かってきた。 しかしなぜ真空にエネルギーが存在するのか真空に存在するエネルギーの総量は無限にあるのかあるいは有限なのかどういう契機で宇宙のエネルギーが積出し人類宇宙を創生したというのか真空のエネルギー量が 無限にあるならば人類宇宙の創生以外に他の宇宙を創生したのではないか宇宙創生の瞬間からインフレーション膨張期スローダウン膨張期を経て再び再加速膨張期に入り今後加速膨張が続いて ババラバラなな宇宙になるのかあるいはどこかの時点で膨張が収まり収縮に転じ最終的には一点に収縮しビッグバンの状態に戻り真空のエネルギーに戻るのか仮に真空のエネルギーに戻ったならば 再び積出し宇宙の再創生になるのかという疑問にとらわれここまで推論を進めてくると科学者の手に負え神の領域なのだと思うしかないだろう以上です2023年5月12日 INU 研究機構 学長、教授、久保です。